アーサーのインディーゲーム物語、はい、よろしくお願いします、はい、さあゲーム大好きランドベリーアーサーさんに、はい、ゲームインディーゲームをご紹介いただく動画、うん、今回は何でしょう、はい、今回遊ぶタイトルが、はい、ザ・ガーデンズ・ビトウィーンというゲームをプレイしていきたいと思います、はいはい、今までのゲームは私がプレイしたことあるものを紹介してたんですけども、うんはい、今回まだやったことないものをやってみたいものをちょっと今日ここでやれればなと思い、初見ですか、はい、完全に初見で遊んでいきたいと思います。パズル系のアドベンチャーゲームになってまして、はい、時間を操作して遊ぶっていうちょっとなんだか変わった概念のゲームになってまして、はい、世界観かなりノスタルジックな雰囲気の世界観で、うん、そのあたりも含めて楽しんでいければと思います、はい、なるほど。パズルであれば多少僕 も考えるゲームなんで貢献できるんじゃないか、ひらめき頼りなんで本当に、はい、よろしくお願いいたします、はい、ではでは早速遊んでいきたいと思います、はい、まずこの始めるで、ゲーム内で会話のテキストがまず一切ないというのがなんか特徴らしくて、はい、その舞台になるのが少年と少女のこの2人の思い出の詰まった島が舞台らしいんですよ、多分だから自分でその何か今何を話してるとか、はいはい、想像して楽しむ余地があるんでしょうね。ちょっとなんかあの男の子、はい、どことなく V 酸味がありませんか。ありましたあ、時間止まりましたね。あ、戻った、あ、戻ってる、光の玉が出てきましたね。異世界転生ですかこれ転生してどうなっちゃうの流行りの、あ、違う世界に来ましたね。飛ばされたのか。あ、チュートリアル左スティック、あ、こっちに立つ時間が進んでるんですかね。これは物が落ちていってるんで。おー、そういうことか。あー、なるほどなるほど。あ、後ろに出したら戻ってきますね。時間を操作するってそういうことなんですね。何をすればいいんだ。おー、そんな戻れるの。あ、全部戻ってきますね。来てないのこれ。見よがしになんか台座に収まりましたけどあれを取れっていうことなんですかね。なるほど、面白いな。結局だからその歩かせてるわけではないってことですよね。歩かせてるわけじゃないです。時間を今進んでるっていうことか。はい、時を進めてるだけなので。あ、なんかボタン来た。これで取れるんですかね。はっ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 は。台座に置く。これでステージクリアなんですかね。こういうことですね。ああ、まあまあチュートリアルだから簡単なんでしょうね。こういうことだよというのを教えてくれたのかな。はっはっはっは。アリーナズルーム。あ、女の子の名前がアリーナっていうんですかね。なんだ、アイテムを回収したみたいなことなんですかね。思い出を回収とかなんですかね。思い出の島が舞台って話なんで。あ、もうこれステージ2ですかね。あ、拾えないあ、でもこれも触れない。上に何かあるぞみたいな。男の子は、男の子も男の子で動くんですね。なんかあるぞあるぞやっつって。あ、光を灯さなきゃいけないんだ。そっかそっか。じゃあ男の子も女の子も別々のアクションがあるんですね。なるほどなるほど。そこでじゃあボタンを押す と、 何かあると、そのキャラクター固有のアクションが起きるんですね。アリナちゃんが回収してダンボール飛んだ。あ、え、入れた。光が飲まれますね。ブラックホールみたいな。ここは男の子なの。あ、閉じるんですかね。叩き役だ男の子は。男の子がそのサポートするんですかね全部。そうですね、ちょっと分かってきましたね、うん、クリア。ちょっと V さん的には、はい、あの子のちょっと気持ちになりきってどんな気持ちか教えていただけるといやー、ちょっとまだ出会ってすぐだから。でも出会ってすぐじゃないんでしょうね。出会ってすぐではないみたいですよ。かなりちょっと確かに思い出感ありますねこれは。ちょっとでもアリナちゃんやさぐれてますね。なんかやさぐれてる。引っ越してきた的な感じなのかな。しかも船かと思ったら家ですね。あれ家だ面白おかしく遊んでいきたいと思います。すごい。あ、なんか V さんがなんかあるぞ。見つめてますね。あ、V さん、あそこの裏にあるぞって。あ、なんか入ってちゃった。飛んだ。あー、出てきた。あ、違う、クーラーボックスか。クーラーボックスですかね。あ、アリナちゃんが自分の箱あそこに置いちゃいましたね。これでね、やっぱここで置かなきゃいけない。これ置いて戻るんですかね。あー、なるほど。あー、あー、そうかそうか、そうか、はい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 、なるほどなるほど。さすがはさ、いや
なるほどね。これでこれまた一回取って、はいはい、橋渡れるんですね。はあ、はあ、はあ、リミック面白いな。面白いですね。左右しかないのがいいですね。うん、そうですよね。ああ、さっきのクーラーボックスに何が入ってんだ。なんかいっぱい詰まってますね。とりあえず進みますか。あれでいけそうかな。開けとして。ただここでまたスイート。ああ、ってことはやっぱりまたここで入れるんですかね。ここで戻る。これに預けて。うん、意外にあの妖怪的なやつが協力的な動きになってる。そうですね。またここで預けておきますか一応。おーおーおー、来た。これもうバッチリですね。素晴らしい。うん、順調じゃないですか。ちょっと順調。プール。なんだろう。こう出してアイスキャンディーでもポケットから出しましたね。不気味なアイスキャンディーポケットから出しましたよ。じゃあまた、はい、次のステージ遊んでいきたいと思います。その世界観的なものというか作風は、うんうん、日本文化の影響をすごく受けているみたいでして、空想的な物語の設定は、はい、スタジオジブリさんを参考にされているそうです、まあ、うん、ぽいというかですね。だから外国の方ってことですね。じゃあゲーム自体は作ったのは。そうですね、はいはいはい、V さんの仕事が新しい仕事。いや、崩した。戻した。ブリさんができるんですね、これ。やっぱそうなんだ。何なんだろう。あー、どうした。あー、いつもの仕事。あ、光らない、あれ。今回は叩かない。サクサクいきますか今のところ。そうですね、悩まずに。これが後半のステージになるとどうなっていくのか、難しくなるかと。ファミコンと、あれはビデオデッキ。ビデオデッキっぽいな。あ、押してる。 V さんがいじってる。V サイコキネシスが。V サイコキネシス。くわまた戻すんですね。これだけの活躍。コンセントが戻ったんですかね。あの、そうですね、テレビがついた。あ、でも V さんこれでさっきリモコンいじってたから、はあはあはあ、再生するんですかね、もしかして。数字は動いてるけど、あ、ゼロ番に待つんですかね。戻った、ゼロ。ああ思わず声が出ちゃった。はあはあはあ、なるほど。待つことも大事なんですね。そうですね。一個ありそうな。まだ V さんの出番が。完全にあのゲームっぽい。確かに。あのゲームっぽいステージ。あ、入っちゃった。入っちゃいましたね。あいつが入っちゃった。この V サイコキネシスで、あ、これも。え、とりあえずこいつに一回預けてみますか。そうですね。またこれに受けて、箱を預けて中に入る。おー、はぁ、あ、はぁはぁはぁ。あのフラワーで、あれは火がついたとですね。なんかでもとにかくやっぱ世界観の雰囲気すごくいいですね。うん、これでまた記憶が急に二手に分かれた。また V さんが、あ、こ、彼か。彼役立つな。この子働くな。今のところ分かんない。火がないですね。進んでいますか。ああ、また来た。あ、ポップコーンが。ただ火がないですね。これだと光がないですね。あ、あれ、あそこにあるか。これ火ですか。あれ。あ、違うか。ありますね。あ、なんかありますね。今、あそこにありますね。ある、うん。あ、これがあれだ。これ開く、これだ。あれじゃないですか。これあればっかり。これで僕があの殴ると開くから。あ、そっかそっかそっか。あ、隠れちゃってる。隠れちゃってるの。難しくなってきたぞ。こいつで垂れ幕が落ちてこないようにするんじゃないですか。あ、そうですね。ここに置いておくのか。ふいさん、ナイスアイデアですよ。いや、活躍した。おあ、そうですね、止まった。で、戻るのか。それで時を戻すんですね。おー、気持ちいいですね。パズルっぽい。パズルっぽいっていうか、パズルなんだけど。とりあえずどの辺に行くのか、うん、途中回収できそうな。そうですね。この途中置き難しいですね。あ、来た。おお、来た。Vさん、今回も値千金の活躍ですよ。いや、活躍しましたね。もうひらめくといいですね。いや、もちろんやっぱりパズルゲームはソファー。あ、ソファーで一緒に。あー、リラックスしまくってんな。体悪くしまくお行儀が行儀悪い。